ようございます。今朝は伝達力を何に使うかについて、改めて考えたのでメッセージをします。私は、伝達力を、以前よりはかなり増しました。身につけました。まだまだ磨いてる途中ではありますが、その伝達力を一体何に使うのか、この目的が一番大事だなって。なんで磨き続けられるかって目的があるからなんですよね。昨日ですね、愛知県や大阪からやったり、いろんな方が、いろんな業種の方がうちに集まってですね、あのいちごのハウスの中に使う紫外線ランプの件で、普及拡大チームを作ったんですね。そこで紹介 PR 動画を作ったんですけども、風がバッタバタしてですね、昨日ひどかったんですよ。天気が晴れではあったんですけど、ハウスのバタバタする音とかでうまく収録ができなかったんですけど、みんなで知恵を絞ってもう何時間もかけて作り上げました。なぜそれをしたかって、なぜそんな中でも悪い環境の中でもそれを成し遂げたかって目的があるんですね。私の現場で今年起きたことは、皆さんも私の記事をよく見てある方はご存知の通り、過去最高の収量、いちごの量も取れてるし、大玉が実っています。びっくりするぐらい大玉が実りました。で、今からも実るでしょう。それと同時にですね、病気、うどんこ病っていう、去年はもうメタメタにやられてですね、その病気で徹底的に負けて苦労したからこそ導入した紫外線ランプなんですが、もともとの目的は大玉の収穫のためにではなく、病気の予防のために導入したんです。富松さんっていう学校の先輩から情報をいただきまして、そして紫外線ランプっていうのがあるよ、竹下くんって富松さんに教わって、三重県のいちご農家仲間に聞いたところ、確かに効果があると、これはすごいよって聞きました。そして宮城県の GRA の岩佐さんにも聞いて、しっかりバックデータがあると、これは行こうと思って、もう本当にお金大変だったんですけど400万振り切りました。私のうちの総面積でですね。でもそれ払うの大変ですけども、去年1000万以上損失を出したので、もうチャレンジしました。もう怖かったですけども、結果としてですね、すごい成果になりました。これは素晴らしい。でもうどんこ病の病気がないだけじゃなくて、葉っぱが分厚いし光合成能力が明らかに違うっていうのが分かったので、すごい、その元々の仕様に書いてなかったこともいっぱいある。これは同じ業界、いちご農家でいろんなことに、これいちご農家だけじゃない、農業業界でこの病気とか、経営改善に困ってある方にみんなに伝えたい。いちごのうどんこ病だけじゃなくって他に使い道があるってちょっと感じたんですね。だからパナソニックさんの研究員の方も一緒に来られたので、農大とかそういった試験機関と連携して、この開発研究はうどんこ病の病気だけじゃなくって違った意味で、生育促進の意味で研究開発を進めてほしいって、そんな話をしたところなんですね。本当に素晴らしいものが開発されたなって思ったので、もちろんデメリットもあると思うんですね。そのデメリットも含めて研究開発進めていかなきゃなって、現場検証進めていかなきゃなって、そう喜んで、うちはモニターになりますということを昨日お伝えしました。みんなで社会にとっていいものは、これは生産者にとっても販売店にとっても、そして消費者の皆さんにとってもすごくいいなって思ったので、三方よしだなって思ったので普及拡大をします。でも私は、ちょっと前述した記事にも書きましたが、セールス、人に勧めるとかそういうのがもう本当に嫌で、一度逃げ出した人間です。もうセールスマンはすごいなって、セールスができる人ってすごいなって、人間じゃないって思ってました。人に物を売るっていう感覚じゃなくて、いい、本当にこれはいいなって思ったものを人に伝えたいって思う心で伝える、これがセールスだなって。でその方が求めてらっしゃれば、価値と価値の交換が起こるわけですから、それを今後も強く普及していきたい、それを自分の活動の 柱というか、一つの事業としてしていきたいって、考えて、そういった記事を書きました。セールスは価値と価値の交換、自分が本当に良かったって実感したものを、もう溢れる思いで伝えていく、もうこれがセールスかなって私は思っています。今日は自分の伝達力を何に使うか、社会問題の解決であったり、私に関わってくださる、記事を見てくださる方々の少しでも幸せになれるような何かお手伝いを、自分の伝達力を全身全霊を持って使っていきたいと思いました。今日は以上です。